乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。2月9日で放送292回すごい肉肉にだからね、肉の日だよ今日。今日肉の日だと思う普通に。でもさ29日も肉の日じゃん。あーでも2月だから29日あんまないのか。肉の日、肉の日ってさ、肉の日なのに肉食べることあんまないよね。なんかあれなんでだろう。肉の日に絶対肉食べたいと思ってんのにそんなに食べる機会がない。なんだった、今日何の日。肉電波悪い繋がんないってことね。あ、そう、消えて動かしてんのは見せようとしてんじゃなくて電波を探してるやつか。そうかそうか。いやまあでも2月、なんかもうちょっとロマンチックなやつでしようよ。2月だよ、だって2月は総じてロマンチックだと思う。ゆかりもう全部が、いや全部だとやっぱダメだわ。肉の日2月9日と毎月29日、それは誰が定めてる肉の日なの。肉業界。ああそりゃそうよね。そりゃさ、お肉業界はさ、そりゃそう言いたがるわよ。0月があればね、よかったのにね。お肉の日になるもんね。あ、でもだから11月29日とかはいい肉の日か。10月29日は何、いいお肉の日。いや絶対違うよ。だって11月がいいだよ。そう、いい肉の日でしょ。だから10月だけさ1個なのにさ、いい入れちゃったら、そんななんていうの、1個の音符に2つ言葉入れちゃダメよ。なんかいいはちょっと、うん、なんていうの、はめにくいと思うまあ別にはめる人いるけどさ、だからちょっとなんかダメよそれは。いい、うん、10月なんだろう、トニックの日じゃない。トニックの日じゃないトニックの日の方がいいじゃん、合ってんじゃん。109、あ、1029、トーニック、とお肉じゃない。あーあー、だから肉はなんかと一緒によ。お米とお肉、魚とお肉、なんでもいけるもんね。ゼリーとお肉、なんでもいけるよこれ。だから肉食べたい最近さ焼肉食べてない気がしない。あややに言ってるよ、ピンポイントに。お肉食べてないよね多分。だってもうゆかり、あややとご飯行かなかったら行かないから。 1月12月、だからあれでしょ、ここ来る前に時間なくて慌てて入った焼肉ライクが最後じゃない。これ違うっけ。わかんない、浜松町に焼肉ライクできててさ、そう、それで初めて入ったんだけどね。それでは今夜も怒りの乙女心にお付けください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。そう、焼肉ライクってさ、あの、まあ、東京とかに割とあるあの一人焼肉ができるよっていうお店なんだけどさ、あのなファストフード感覚で多分すぐ出てくるだろうなって思って、で浜松町であの収録の前にあの時間が全然なくってさ、それで焼肉ライク入ってみようかって言って慌てて入ったんだけど、あの本当に時間がなかったから30分ぐらいしか店内にいる時間がなかったわけで、さタッチパネルなのよお肉注文がね。でさタッチパネルで注文したらなんかブザーが鳴って取りに行くわけ、自分でお肉だからさ、
すごいよね。別にさ自分で取り行くの全然嫌じゃないじゃんね。あの別に店員さん持ってきてくれなくてもさ、自分が頼んだものができたら呼ばれて取りに行ってみたいな感じだからさ、すごい効率よくてさ。たださ30分しか入れないかったからね、どう注文していいか初めて入るしすごい迷っちゃってさ。なんかあれって定食みたいにすることもできるし、ご飯とお肉のセットみたいにすることもできるし、バラバラに頼むことも当然できるからさ、私バラバラに頼んでさ、とりあえずお肉バーって頼んでさ、んでさもうこの1回目の注文を逃したら多分もう無理だなって、30分しかないからさ、なんか分かんないからバーって頼んだわけ。んでさご飯はいらないねっつって頼まなかったのね、セットにしなかったの。でもさあれよ、卵かけご飯のセットがあってさ、わあ卵かけご飯きた、食べたい、どうしよう、ご飯いらないけど卵かけご飯は別腹と思って、卵かけご飯のセットをさ2つピッピッと押してさ、で頼んだんだけどさ、途中でなんかこう様子を見に来た店員さんがさ、こう伝票みたいなの見ながらやってきてさ、卵かけご飯のセット頼まれてますけどご飯はいらないんですかって言われたわけ。ご飯は別で頼まないといけないのよ。ご飯を頼んだ上で、要は生卵とかのセットだから、だからさ、一回って知らなかったもんだからさ、いりますって言ってご飯いりますだよ。それでさ、もうなんて言うんだろう、まあ一人焼肉できるところだからさ、まあ二人とかでも入れるんだけど、だからさ結構狭いわけ、その自分の敷地みたいなのが、テーブルが。おいで、ね、向かい合わせで2人座ってるもんだからさ、結構こうもう置くとこないので、真ん中で焼くからさ、でもうなんか頼んでいっぺんにバーって頼んだから、頼んだやつがブー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 なって、もうなんかいっぱい取りに来い取りに来いってなってさ、もうなんかわかんない調子に乗っちゃってさ、サラダとかまで頼んじゃって、普段食べないのにゆかりサラダ、なんかもうサラダなんか置く場所ないわけよ。ほんでもうさ仕方ないから急いで野菜食べてさ、パク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 って食べてさ、お肉もいっぱいもうビャーって焼いてさ、でなんかちょっと脂っぽいお肉、カルビがある脂っぽかったから、もう全部あややに押し付けてさだってあやカルビ食べれるって言ってたからでもなんかもうちょっと脂がすごいとかって言ってたよね。もう天ぷら食べた後みたいになってるっつってて、唇がそう。でも楽しかった、すっごい楽しかった、焼肉ライクめちゃくちゃ楽しかった。なんかすごいんだよ、あのね、そうやって2人で来た人、例えば友達同士とかでさ来た時とかさ、お会計困ったりするじゃん。会計がね別々にできんの、1個の端末なのに。すごくない？だから1のお客様、2のお客様みたいになってて、すごいと思ってさ、楽しかったな焼肉ライク、めっちゃ楽しかった。デザートとかはあったのかな、なんか見なかったね。そもそもそんなデザートまで食べる時間もないし、食べる気がなかったから見なかったな。どうなんだろうね、わかんないな。いやーでもちょっとあれ本当一回行ってほしいなって思うけどね。ゆかりはすごく好きだったよ、なんか本当に手軽に食べれる感じでさ、割と今までも入ってみたいなと思ってたけど、覗くとさ、大体なんかこう男の人が一人で入ってるイメージあって、あのサラリーマンのおじさんとかが、だからさちょっと入りにくいななんて思ってたんだけどさ、でももう一回入ったからさ全然入れると思うわけだから、なんかちょっと行きたいね焼肉ライクで。お昼とかだったらもっと入りやすいと思うんだけどさ、お昼にさ焼肉食べてちょっと現場行ったらなんかあれなんか肉の匂いすんぞみたいな田村さん肉の匂いすんぞみたいになっちゃうじゃん。だからまあ別に肉の匂いしてもいいんだけどさ、いいんだけどなんていうの、まあなんかちょっとこうなんかかっこつけたいじゃん。いや肉の匂いすんのかっこいいな逆に、わかんないな、まあ、どっちがかっこいいかわかんないけどさ、だからさなんかちょっと躊躇しちゃってさ、なんかこうね、でももうちょっと行きたいね、もうタッチパネルめっちゃ押したいなんかねグラムなんかあれ1枚とかって頼めたっけ、1枚は頼めなかったっけ、なんか割と
少ない枚数とかで頼めるわけ、グラムなのかな、わかんないけど50グラムとかだからさ、なんかいろんなのね、一人で行くとさ、普通に焼肉屋さんに一人で行くとさ、一人前頼んでも結構多かったりするからさ、それしか頼めないとかってなっちゃうじゃん。でもライクだと、いろんなの頼めるからさ、なんか楽しそうだなって思うし、楽しかった。実際珍しいメニューとか、いやそういうのはなかったんじゃないかな。よくさ、なんて言うんだろうな、あの食べ放題のお店とかってさ、一品料理とかもいっぱいあったりするじゃん。なんかね、そんな感じでは多分なさそうだった。ただもうとにかく急いで注文したからさ、そんなにメニューを見てないのよ。もうこの1回にかけるみたいな感じでブワーって頼んじゃったから、だから分かんなかったけど、でも普通になんか普通の焼肉屋さんにあるものは抑えてある感じだったよ。そのなんていうの、なんかナムルとかそういうのもあった気がするよね。もう全然気のせい、分かんない、もう全然覚えてないわうん、また行きたいなってちょっと思っちゃったな。うん、あ、そうだ、ゆかりさ、先週さ、足の指が痛いっつってたじゃん。骨折はしてないんだよ。だから矢野さん絶対ゆかりのこと骨折したって骨折させたがってるけどおいでさ、あの病院に行ったわけ。あ、次の日に行ったのかな。なんか多分現場終わりかなんかで行って、でさ、調べて行ってさ、あの何個か調べてさ、ここの病院がいいかなとかって調べてさ行ったわけ。結構駅からさ、そこが遠くって、テク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 歩いてってさ、足痛いのに。でさ行ったらさ、受付のところにさ、整形外科って書いてないのよ。なんかこの診察券、初心の方は保険証を、最新の方は診察券を入れてくださいみたいなところにさ、何々科の方はこちら、何々科の方はこちらって書いてあってさ、ないわけ、整形外科が。でさ、ってこうどうしたらいいんだろうって迷ってたらさ、受付の人がさ、ちょっと離れた受付が開いてさ、お待ちの患者様どうぞって言うわけ。でもさ、ゆかりさ、でも整形外科って書いてないんだよな、どうしようかなってこうまごまごしてたさ、お待ちの患者様どうぞって言われてさ、怖いって思ってで、なんでそんなに怒られてんだろうって思ってさ、ノロノロしやがってみたいな感じで言われたからさ、行ってさ、整形外科はって言ったら、整形外科さ、その予備やってなくって、なんか週に2日しかやってないのかなってさ、って思って、あ、じゃあ帰りますってなるじゃん。だってもう見てもらうとこないからさ、ほんでまたさ、駅までさ、テクテクさ、結構な距離を歩いて戻ってさ、10分弱だよ片道、痛えと思いながらさ歩いてさ行って、で別の病院をね、また調べてさ行ったんだけどさ、なんかそんなね、左右されるのもどうかとは思うんだけどね、評価みたいなのがさ、やっぱ書いてあるじゃん、 Google とかの。ほんでさ、星1がいっぱいついてて、でさ、星1めっちゃついてる、どうしようって思って、で、まあでももう行くしかないしと思ってさ行ったらさ、何にも悪いとこないわけ、病院。何と思って、 あの星1一体何と思って、だからやっぱさ、そうやって書きたがる人いるんだよね、きっとね、一定数ね。なんか多分いろんなところの病院がさ、多分いっぱい星1ついてんだろうけどさ、パッて開いた時に目につく位置にあったからさ、結構気になってたんだけど、全然なんか普通に受付の人も、なんだろう、先生もレントゲンの先生もみんないい人でさ、で、まあ結局見てもらった結果、折れてないし、ヒビも入ってないって言われて、やったーと思ってさ。でもなんかね、なんか骨がなんていうの、収縮するかなんかで、例えばじゃあ3日後にヒビが入ってなくても、1週間後にヒビが入ってることもあるんだってって言われてさ、まあ、イカレは多分もうなってないよ、そんなに。もう今あんまし痛くないから、なんだろう、そんなことがあるって言われてさ、2週間経っても痛かったらまた来てねって言われたんだけど、
それよりも不思議だったのが、なんか人の足の指って普通さ、なんていうの、関節が2つあって、まあ、手とかも骨3つに分かれてんじゃん、 3個に。なんか2個しかない人もいるって言われてさ、なんつったやの、薬指とか小指とかでさ、ゆかりのレントゲン確かに小指と薬指の骨2個しかなかったわけでさ、と思って。でもそれなんか調べたら、ネットで調べたら、なんかこう人類の体からしくってさ、くっついちゃうんだって。1個目の一番上のやつと2個目の骨がくっついちゃう。でも多分生まれた時からもうくっついてたんだと思うんだけど。でね、小指は日本人だと 90% ぐらいは2個しかないんだって。で薬指になると 10% になっちゃうから、割合グッて減るんだけど、なんかだからさ、知らなかったと思って。そんなのだってさ、知る機会ないもんね。足の指のレントゲンそんなに撮る機会なくない？だってもう反対側も撮ってほしかった。めっちゃ気になる。もう反対側は何個あるんですかってすごい気になったもんな。なんかちょっとみんなも気にしてみてでもさ、自分の足見ただけじゃ多分分かんないよね。分かんのかしら。でも関節が1個ないからくくって曲がんないっていうことだよね。くんとしか曲がんないよね。だって2個しかないんだもん。ただ小指とかだから、めちゃくちゃ短い指だからさ、分かんないよな。ぐい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 押してみようかな。分かんないもんな。最初から曲がってる。あ、指？足の指？本当？小指？それ矢野さんだっけ？矢野さんだっけ？あさ、あんま人の小指見る機会もないじゃん。だからさ、全然わかんないよね。不思議だった。なんか指のレントゲン、なんか他にもあんだろうなと思って。こういう知らないこと、足の小指の爪、あ、いらない派？いらない派？小さすぎわかるわかるよ。足の小指の爪はいらないって言い張る人いたよね。でもどん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 切ってって、どんどん切ってたらなくなるんじゃないかみたいなことさ言ってる人昔いたよね。今も言ってんのかちょっとわかんないけどさ、いたよね。別にそれ試そうと思ったことないけど、試そうと思ってないけど、足の小指の爪どんどんちっちゃくなっていくよねわかるわ。だからまあゆかりの足はまあ残念ながら無事だったから、残念なことはないんだけど、残念ってことはないんだけど、なんていうのかな、足が痛かったら、なんていうの、イベントの時とかずっと座ってていいのかなとかってちょっと思う気持ちもあったわけ、あったわけ。でももう座ってったら多分ダメだから。でもまだわかんない、まだ痛いから、まだこれからよ、これから発達するから、発達するからよだからちょっとね、わかんないけどね、まだちょっと、まだ今の段階だとね、まあ何とも言えないからね。ただね、足何ともなってない、折れたりしてないけど、打ってるから、とりあえずなんか上に物を落としたりしないでくださいって言われたわざとわざと落とすことはないけどね。それではここで1曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、合言葉より田村ゆかりでケセラセラ。気がつけば同じ顔、好きも嫌いもあなた度胸に見つかりたがってる。ほどなくしてから思った、昨日と同じ朝が迎えに来て、めくれにうずめた吐息と好き。セラセラって言ってみた、少し震えた唇を
いつきの才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。お題は痩せられない人あるあるです。一体どんな俳句が詰まっているのでしょうか。もうね、愚かな人いっぱい来てる。みんな愚かだな。サトシックさんかな。ヒロ、食べていい理由を常に探してる。わかるよこれ。わかるわかる。ね、何、こんにゃくはもういくら食べてもいいみたいな、とかそういうやつでしょ。こんにゃくもいくら食べてもいいわけじゃないからね。あとね、カホンさん、ヒロ、無料だよ、大盛りにしなきゃもったいない。わかるわかるよ。だって無料なんだもん。自分だけ大盛りにしないなんてありえないでしょ、無料なのにね。愚かだなこの人。でもわかるよ。あと、まあゆかりはまあ大盛りしないけど、しても食べられないから。でも心の中ではめっちゃ大盛りにしてる。わかる。前髪にグミついてましたさん、ヒロ、ジャガイモはお野菜だからヘルシーだ。いる、こういう人いるよ。愚かだな。ポテトチップスは野菜っていう人いる。でもわかる。コロッケだってね、そりゃそうよ。コロッケはサラダ。あー、ポテトサラダだよね。そりゃそうだ。わかるよ。もうだからさ、世の中野菜で溢れてるからね。もうゆかりはさ、畑と田んぼになるものは野菜だと思ってるからさ、その理論で言うとさ、お米も野菜だからね。小麦も野菜、なんでも野菜。カレーライスも野菜だよ。だってさ、ライス野菜でしょ。カレーもだって小麦粉とかでしょ。で、ね、牛から取れるものもね、牛は牧草を食べるから野菜だしね。痩せられない人あるあるも募集中ですが、次のお題は五七五二で春の一句です。皆さんからの才能のない俳句たくさん待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、マイ言葉より、田村ゆかりでパンドラ&キメラ。行き止まりになったんだ、涙も意味がない、口づけてしたんだ、あなたの嘘
散らかった言葉傷つくしかないの。どうせ心はパンドラ、愛は怖い、見えない方がいいこともある、だけどもう目を背けたくない、じっと知ってたら幻、寂しさは簡単だ、二人でいればいい、思い出も失敗だ、ためらう鎖のようだ、夢は覚めたっていつだって甘い、間違いさえ許すの、どこへ逃げたって早まった気持ち、優しさまでどうせ孤独の気まいれ、愛はずるい、いけない方に手を引きたがる、だけどこのまま悔やみたくない、きっとさよなら唇、笑顔もファイクと見抜けないでしょう、それが真実。お別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。ゆかりね、あのテレビがすごい好きなのよ。なんかそれってどうなのかみたいなやつ、あのね、毎週毎週ね痩せるやつやってんの。もうね、食べるものいっぱいよ。それ来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。全国ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる、でもね、涙が溢れる前に優しさのつぼみ、日が